はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。いや、学生のみんな学校始まりましたか？なんかちょくちょく学校とか始まってるみたいで、みんなファイツということで、今日はバーガーキングさんから新しい商品が出たので買ってきました。バーガーキングチキンフライ、こんな感じの可愛い箱に入ったチキンフライなんですけど、ナゲットとかいろいろ買ってきたんで、いろいろ食べ比べてみたいと思います。はい、じゃあ早速食べていきましょう。こういった感じのスティック状のチキンになっています。衣はサクサクとした軽い食感で、ハーブやスパイスがバランスよくブレンドされた衣となっているようです。ソースも一緒についてきました。ハニーマスタードソース、ちょっとこうつけていただきます。うん、おいチキン。ちょっとね、普通のナゲットと違って、衣にね、ハーブの味がしっかりと効いた感じのチキンになってます。うん、でチキン自体はすごい柔らかいチキンになっております。今日はね、こいつもチキンナゲット。こっちはチキンナゲットだよ。ザバシ。こちらは普通のチキンナゲットです。うん、おいチキンですけど、やっぱ全然味が違います。こっちはね、ハイブランドスパイスがめちゃめちゃ効いてますね。タルタルチキンバーガー、シンプルなチキンバーガーになってます。うん、これまた美味しき。こういろんなチキンを食べ比べると面白いですね。どれも味が違って美味しゅうでございます。やっぱね、このチキンスティックのチキンは一番スパイシーな感じがします。うん、鶏肉はなんかどれもつなぎ肉みたいな感じですけど、柔らかいチキンになっております。あー、うん、ちょっとね、テイクアウトだったんで時間経ってるんで、サクサク感ちょっと少ないですけど、店舗で食べたらね、すごいサクサクして美味しいんじゃないかなと思います。うん、ということで、スパイスがすごい効いたこの食べやすいスティック状のチキンがとても美味しい新商品でした。ごちそうさまでした。はい、ということで、今日はバーガーキングさんから新発売のチキンフライを食べてみた動画でした。普通のチキンナゲットよりすごいスパイスが効いてて、またスティック状なのですごい食べやすかったです。気になる人ぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイチキン。あー、これは鶏肉祭りだな。